サフォークは、イギリス海軍の従順庸館、ケント級の一隻、ポーツマス交渉で建造され1924年7月30日に、寄港、1926年2月16日に、浸水し1928年2月7日に、竣工した。1928年12月4日、5大例特別観艦式に、ケンとベリックと共に参列する。 1934年6月3日、横浜港に入港。5日の東郷平八郎元水の国葬に参列し、日本艦と共に反旗を掲げ長宝を発射した。1939年11月、補助巡洋艦ラワールピンディを撃沈した、ドイツの巡洋戦艦の捜索に従事した。1940年4月、ノルウェーの空飛行場に対する艦砲射撃を実施した。 サフォークも4月16日に駆逐艦、キプリング、ジュノー、ジェーナス、ヒアワードに護衛されて、スカパフローから出撃し、4月17日に攻撃を行った。ソーラ SJ 水上基地には損害を与えたが、ソラ飛行場に対しては、戦果は上げられなかった。キロ、ドイツ軍機の攻撃を何度も受けた。護衛の戦闘機が到着するまでに、 188爆撃機の攻撃で5 0 0ラム爆弾がサフォークの X 砲塔前方に命中したほか、資金弾3発を受けた。サフォークは4月18日にスカッパフローに着いた時は、かなり傾斜志向部は、甲板が水に現れる状態であった。修理には1941年2月まで要した。1941年5月23日、 デンマーク海峡で紹介に当たっていたサフォークとノーホークは、ライン演習作戦で出撃してきたドイツ戦艦、ビスマルクと従順洋艦プリンツオイゲンを発見し、25日未明まで接触を続けた。7月、キルケネスとペツモに対する空襲を行った空母の護衛に当たった。1942年に取られたサフォーク。その後、1942年の終わりまで、 北極海での戦団護衛に従事していた。1943年4月まで改修が行われ、その後はインド洋で活動し1944年10月のニコバル諸島攻撃や1945年1月のスマトラ島の声優所に対する空襲などに参加した。サフォークは1948年に解体された。ありがとうございます。